ソレスノ、ラウール&渡辺翔太&目黒蓮 VS 先輩、後輩チームが嵐モンスターに挑戦、現役アイドルダンス対決、詳細明らかに。9人組グループ、スノーマンが出演する TBS 系バラエティ、それスノーマンにやらせてください SP、あと8時、では、誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし、間違えることなく踊り切ることができるかを競う人気企画、ダンスの完コピレボリューションの第5弾を届ける。スノーマン VS 事務所の先輩、同期、後輩 VS 桃色クローバー Z という禁断の、現役アイドルダンス対決、が幕を開ける。今回スノーマンと対決するのは、事務所の先輩、同期、後輩からなる、スタートエンターテイメントチーム。キスマイフット2、千賀健と、本企画には2度目の参戦となる河合郁と、スノーマンと同時デビューしたストーンズからジェシー、トラビスジャパンから宮近海斗が登場する。そして、ダンス女子選抜チームとして、桃色クローバー Z の佐々木彩香、高木れにが、プロフィギュアスケーターの本田真凛、春菜愛を率いて参戦。審査員は、本企画ではおなじみの世界的トップダンサー高弘が務める。